清水橋鍼灸整骨院院長の金岩です。骨盤の歪みの治療期間について説明させていただきます。まず骨盤が歪んでいる状態がひどい人に関しては、歪みの矯正をした後、最初は1週間から10日の間に1回来ていただきます。1月に目安は2回から3回、翌月も同じように2回ぐらい来てください。そして症状が落ち着いてきましたら、1月に1回で構いません。なるべく通院しないで、いい状態がキープできるように日常生活での運動指導等もさせていただいております。しかし自分だけではなかなかその歪みがチェックできない場合もありますので、1ヶ月に1回歪みのチェックをし、歪んでいる状態であればそれをリセットし、また楽しい1ヶ月にしていただく、そのような形で患者様と共に歩んでいます。心寄り添う清水橋鍼灸整骨院です。私は患部だけの修繕修復だけではなく、心寄り添うホスピタリティあふれたような治療院を作りたく独立開業いたしました。今ではその思いに共感してくれるスタッフと共に患者様をお迎えすることができています。何かご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。